これってさ、リアル金属だよね。え、すごい、あの、ちっちゃいけど、キーホルダーサイズだけどさ、日輪刀、うずい様のね、うずい天元の日輪刀のリアル金属でゲットでき、他にももちろんあるんだけど。まずはラインナップの紙を出して、うずい天元はさ、やっぱラスボスで見たいよね。紙を出しまして、あ、俺やっぱ、ダイキャストコレクションだもんな。すげえ、リアル金、しかもラインナップ多いのがいいよね。炭治郎、善逸、義勇さん、胡蝶しのぶに、つゆりかなおちゃんに、で、うずい天元。うわぁ、うずい天元 A と B に分かれて、二刀流だから A と B に分かれてて、A と B を集めると、鎖で連結が可能になるということね。A と B、やっぱそういうのだ。すごいね、うずいさんだけ A と B に分かれてて、で、こう鎖で連結できますよっていうね。うずいさん二刀流だからな。ということは、伊之助も2本、あ、伊之助はいないのか。伊之助はいないね。で、今開けたのが、いや、リアル金属だから、あ、うずいさん開けちゃった。うずいさんラスボスしようと思ったら、うずい、こっち鎖ついてない方のうずいさんだね。うずい天元の。おぉ、すげえ。ここがリアル金属ってことでしょ。ドクショー、すごー、余裕で袋から出てきて、あ、買ってめっちゃ硬い、めっちゃ硬い、すごっ、これ痛いわ、普通に、あ、痛い痛い、リアル金属、うずいさんの日輪刀、うわ、すごいね、これはかっこいい。しかもさ、あの鞘にしまってるバージョンもあんだね、これ、あの持つところにこれをつければ、あのしまってる、違うわ、これリアルにしまえるんだわ、俺あの付け替えるんだと思った、こうやってしまってるバージョン、うん、で、これ出してるバットバージョンみたいな感じで、違うわ、これね、しまえるんだ、すげえ。まずは組み立てでね、刀を組み立て、あ、違う、こうかな、組み立てまして、向き、あ、違う、ごめん、こうだわ、開けるんだ、そうだ、なんか昔似たようなの組み立てたことある、多分このシリーズじゃないけど、あ、このシリーズだったかな。形に合わせてこういう風にあれだね、こうセッティングと組み立てて、で、くっつけた方が確か良かったような気がすんな。おお、重量感半端な、リアル金属、お、すげえ、リアル金属だから重量感、こんなちっちゃいんだけどさ、サイズはちっちゃいんだけどずっしり重くて、これフィギュアとかにさ、サイズ合うフィギュアに持たせたらかっこいいだろうね、うずいさんじゃなくても、なんかスボディシリーズの武器にすごい合いそうな気がする、めっちゃかっこいい。で、今ちょっとこっち鎖ついてないから B の方かな、開けちゃったけど、うずいさん、もう片一方あるから、これ確実に、うずいさんだね、うずいさん。ちょ、これ横に置いたか間違って、うずいさん、最後に開ける予定だったのにな。で、これが台座か。一応ね、台座もついてるね、灯火っていうのかな、刀を支えるこの台座もついているので、こうセッティングがすることができると、こういうね、こういうふうにね、セッティングできるってことか。こうじゃないよね。こうだよね。切り取ってこう置けばね、セッティングもできるということで。まあ、セッティングしないけどね。せっかくチェーンがあるからさ、つけてさ、二刀流出すみたいから。で、その前に、見えねえな。あ、リュウさんかな、青いから。あ、つうか、カプセルも青いもんね。合わせてんのかな、これ。リュウさんだと思うの。テープを切りまして、中身を出すと。多分ね、リュウさんだと思うな。おそらくだけど。ほら、あ、リュウさんだね。青いから、ほら、リュウさんの日輪刀。長いなぁ。細長いね。今すごい分厚いの。この出す瞬間、ドゥシューン、余裕出てる。うわぁ、刻印もちゃんと、あるね。悪鬼滅殺。ちょっとモニター越しだと全く見えないけど、肉眼で見るとね、ちゃんとね、悪鬼滅殺だね。書かれている。刻印があるよ、ちゃんと。で、うわ、投下なんかかっこいいよ。ギウさんの投下。すげえ。あ、これ縦に。立てかけるタイプか。これ前のと同じだね。前のシリーズと。このシリーズのいいところってさ、ショーン抜刀できることで、まあ、納刀もさ、すごい楽しいんだけどさ、納刀も。でもさ、抜刀術できるの楽しくない？すげえ。しかもリアル金属ね。うわ、細か作り。やべえ、これギユさんの日輪刀。リアル金属。ちっちゃいけどね。ちっちゃいけど。で、これ刀を飾るディスプレイするやつで、この下はそうそう、この下も金属なんだよね。そうだ、思い出した。この下も金属で作られておりまして、こういう風にね、
飾ることができるっていう。思い出してきたわ、このシリーズの良さをね。前に開けたのかなり前だからさ、ちょっとうろ覚えでさ、忘れてたんだけど、まあ、ダイキャストって書いてあるから、まあ、リアル金属だっていうのは分かったんだけどね。似たようなシリーズたくさんあるからさ、でもこれはリアル金属し、これは紫だから多分ね、胡蝶しのぶだと思ったんだけど、違うかな。あ、そうだね。胡蝶しのぶの、日輪刀だね。ダーン。で、これも組み立てて、すごいな、このシリーズ。マジよくできてるよね、ほら。やばくない？ちゃんとしまえるっていうのが本当にすごいわ。ノート、バット。おこれ向きちょっと合ってるかな、向きこういう感じじゃない、こういう感じで入れるよね、合ってるかなでも中でもくるくる回るんでね、これ胡蝶さんの胡蝶さんの日輪と中でくるくる回るんで、まあいいや、こっち向きで、まあ、ついたからね。比べてみるとやっぱ宇髄さんの日輪って分厚い、でっけえよね。宇髄さんに合ってるわ、あのでっけえがたいに。でリアル金属だからこその音、じゃあんまりやったら傷つきそうだからあれだけど、うおー、リアル金属ですわ、素晴らしいね、めちゃめちゃかっこいい。リアル金属、胡蝶しのぶの日輪刀。そして、宇髄さんのやつも、俺、縛ってなかったよね、さっきね。ノートウ、シャーン、おー、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。すごい気持ちいいね、これ。ほんとはあれだもんね、こう、ミイラみたいにさ、布をぐるぐる巻きにしてるから、こういう風に入れるんじゃないんだけど、まあ、こういう風に、ノートウするということでね。シャッ、おー、かっこいいわ。素晴らしい。こいや、ちょっと待って、うずいさん、マジ、今回の当たりだね。A、B で分かれてて、鎖で繋がるし、今回の当たり枠ですな、うずいさんは。で、次、この黒いの。これ炭治郎だろ、黒だから。違うかな、なんか炭治郎っぽい感じはするけど、何が出るか。いや、なんか開けるのも楽しいだね。何が出てくるのか分からないっていうこと。何が、多分、でも多分ね、炭治郎だと思うな。おそらく、あ、炭治郎っしょ、ほら。炭治郎だね。炭治郎の、日輪刀と。すげえ。黒糖だ、黒糖。シャロン！うわぁ。黒糖。すげえ。リアル、これ折れんのかな？あ、でも、うん。いきそうな感じです。リアル金属とはいえ、まあ細いからね。やっちゃったらいっちゃいそうな感じがするわ。やはり黒糖はさ、シャロン。かっこいいなぁ、黒糖。ブラックソード、ブラックカターナ。うおぉ、めっちゃ檻の空気みてぇな。おいおい。でも俺やっぱパワー系だからさ、姫城業務みたいに素手で鬼ぶち殺してよな。鬼素手で殺したくない。いや、すげえわ、黒刀。炭治郎の。超イカス。義勇さんのブルーもすごい綺麗だけどね、ブルー。富岡義勇と、釜野炭治郎の日輪刀の戦い。おお、すげえ。いや、あのメタリックブルーだからより映えてるよね、なんかね。メタリックブルーだもんな、リアル金属で。すげえいい、この重さがいいね、重量感がね。そしてあとこれが、天元様でしょ。で、おそらく黄色が、色で分かれてると思うから、さっきの義勇さんを見る限り。炭治郎も黒で、黒入ってたし。これ、かなおちゃんで、こっちが善逸だと思うんだけれども、違うかな。善逸、黄色に入ってそうじゃない？やっぱ、雷っぽい色だし、黄色って。だからこれに入ってると思うんだけど、違うかな。ちょっと、あんま違ったらあれだけど、あの、あっちが、あ、やべ、悪力がちょっと現れすぎた。ごめん、ちょっと力加減がね、難しいんだよね。悪力の、ちょっと、こういうの簡単に割れちゃうから。あ、善逸だね、善逸。善逸のさ、日輪刀のさ、デザインね。これ、うわー、かっこいいよね、これ。これ、善逸の日輪刀の、ちゃんとデザインされてるね、こんなちっちゃくなっても。すげー。模様がちゃんと入ってる。そしてこの重さ、リアル金属ならではの、プラスチックじゃこの感じ出ないからね。素晴らしいわ、リアル金属。愛の変わらずのクオリティ、やっぱリアル金属っていいね。リアル金属日輪刀。すげえかっこいい。特にあの、善逸の日輪刀のデザインってかっこいいよね、これ。めちゃめちゃいい感じ。色も合ってるしね、善逸にね、このイエローをベースにした型のデザイン。めちゃめちゃ良かったわ。こうやって並べておいてもおしゃれだよね。いやー、イカスはめちゃめちゃかっこいい。これいろんな刀シリーズやってほしいね。あの、師匠さんのさ、師匠誠の刀のギザギザの刀とかさ、シャックシリーズやってほしくない？めちゃめちゃいいな。刀ってやっぱかっこいい、魅力があるわ。いろんな刀の剣心で出てくるからさ、それ全部ちょっと欲しいね。リアル金属で。あの、でも蝶のさ、あの、
ね、ペラペラするやつが無理だろうな、あれ。あれもシャックのさ、刀だよね。あの、なんつったっけ名前、あの、ペラペラするやつ。あれは無理だろうな、さすがにな。金属で。で、これが、カノオちゃんだね。カノオちゃんのこの色はカノオちゃんの、日輪刀で。すごいおしゃれな色してるよね。メタリック塗装ってのがまたいいな。メタリック塗装。すごい綺麗じゃない？メタリック塗装。サヤもおしゃれでいいね。カナオちゃんのね、サヤも。シャン！刀もピンクでなんかすごい綺麗だし、サヤもおしゃれで、すごくいい感じだね。カナオちゃんって感じがするわ。で、次、渦井天元の、おー、日輪刀が完成する。シャン！抜刀。いや、抜刀楽しいな、マジで。抜刀。シャン！0.001 秒みたいなの、バット。バットすげえ楽しいな。いや、じゃあ遊んでる場合じゃねえわ。次、うずいさんの、完成するかね。うずいさんの最初に見た通り、A セット、B セットに分かれており、B セットの方はね、この、鞘と刀と、この台座セットに分かれてるんでね。いや、これちょっと抜けるかね。シャッ。おぉ、めちゃめちゃいいじゃん。で、こっちに鎖、チェーンが入ってて、そのチェーンと、この、もう、一振り。パカリスー、シュローとね、開けまして、来た。おぉ、チェーンがある、鎖があるんですよ。でかいな、ほんと。改めてね、うわぁ。今回このうずいさんが大当たりだね。大当たり中の大当たり。うずい天元の日輪刀。すげえかっこいい。おぉ、ダブル。すげえ。これめちゃくちゃいいな、うずいさんのダブル。で、あの、チェーンつける前に、ちょっと組み立てて。おー、できたー、二刀流。渦井天元になった気分なのにちっちゃいけど。これでリアルサイズの二刀流と、まあ、こっち金属だからね。あれはでかいけどリアルサイズだけどさ、プラスチックだから。ね。で、こっちはリアル金属だから、こっちの方がなんかリアルに感じるちっちゃいけど。で、あとは鎖をね、ここに繋いで。すげー、完全。渦井天元の日輪刀じゃない、鎖で繋いで。これで完成。うずい天元の日輪とリアル金属。すごいねー。ほら、鎖でちゃんと繋がれてる。すげえ、めちゃくちゃリアルに作り込まれ、これはすごいわ。めっちゃリアルに作り込まれてるね。鎖もリアル金属っていうのがマジでいいね。おー、刀身もリアル金属。で、鐔もね、多分リアル金属だと思う。鐔は違うけど、鐔はプラスチックで、ここもなんかリアル金属っぽいんだよね。鐔のところ。刀身と刀の部分と、こことここ、チェーンのところがリアル金属だと思うな。おそらくだけど。めっちゃかっこよかった。うずいとぶん回せるもんね。ちょ、危ないからあんまやらない方がいいけど。危ないからやった方がいいな。切れたら飛んでくるからね。これリアル金属だから目に刺さったら絶対やばいことになるから振り回しちゃダメだね。これ飾って楽しむということでね。いや、うずい天元の日輪刀でした。派手にかっこよかったな。鎖がリアル金属で最高だった。他の日輪刀もかっこよかったけどな。特にあの炭治郎の黒刀。めっちゃ良かったんだけど、ちょっとこれには勝てんな。リアル金属、うずいさんの。うずいさんのついに来たんだね、このシリーズでね。日輪リアル金属シリーズの。このダイキャストコレクションマジでいいわ。1の方、回って書いてるから、前のやつは回じゃなかったのかな。前もこれは回収したんだけど、このリアル金属シリーズ。あれ、食玩だったって、いや、ガチャの方だったよね。ガチャのやつ開封したんだけど、それの回、新しいバージョンかな。リアル金属でできている日輪刀のガチャのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットしてみて。ちゃんとこう、鞘にもしまえるからね。鞘にもしまえるし、抜刀もできるし、納刀もこうできるっていう。もう納刀がね、なんかいいね、やっぱね。こう、しまう感じ、しまえる感じ、納刀、抜刀、納刀。ほほ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。それで繋がる。あ、そうだ、うずいさんこれ切んなきゃね。あの、切って、あれだ。これね、ちょっと待って、今ニッパーないからね、ちょやっぱニッパー持ってきた方がいいよな。ニッパーで切って、こう、並べてこうね、飾るっていう、透過にしてて、こう、まあこうでもいいと思うけど、まあどっちもいいんじゃないかな。自分の好きな方で、こういう風にセッティングしてとかね。いやーめっちゃいい感じになるだろうな。すげーわ、ちゃんと鞘にもしまえるっていうのが本当に細かく作り込まれてるよね。チェーンで繋がって、鞘にも、入るしね。素晴らしい。これうずい天元のやっぱ日輪刀が一番かっこいいじゃねえかな、このシリーズは。めちゃめちゃ二刀流でね、A と B で分かれてたし、すげえ面白かったわ。